はい、今回はですね、ベストカー2022年2月10日号をご紹介します。まずね、今回ね、面白かったのがここですね。隠し玉発覚、日産シルビア&、ホンダ新 SUV というね、いうことですね。まあその、日産シルビアのね、お話から しましょうかね。EV でですね、初代ね、日産シルビアが復活ということですね。まあ、シルビアっていうとね、最近の方はね、S13 をね、イメージするかと思いますけども、初代のですね、イタリアの旧車に似たな車ですね。イタリア車みたいなね、旧車のね、車です。で、考え方はですね、EV 化によってね、車は一度リセットされると。ね、なんで、まずね、ユーザーに欲しいと思うね、気持ちにさせることが一つだと。ね、その一つがね、スポーツカーということですね。で、EV 化でね、デザインの自由度がですね、上がりね、強力なね、ライバルとなるであろう、新興メーカーにはですね、こう真似できないね、過去の財産を活用するということですね。そういう戦略だそうですね。なんで他のメーカーもおそらく過去の名車を、EV 化によって、復活させるんじゃないかなとね、いうことが書いてありました、ね。で、この復活するのが、2025年から6年に、EV シルビアがね、出るんじゃないかと、ね、いうことです。で、後半のね、ホンダの新 SUV はですね、ベゼルとね、CRV のね、穴を埋めるミドル SUV。で、現行のね、シビック をベースにね、開発されると。ただね、今現行のね、シビックがですね、1.5 リットルのね、ターボですけども、パワーユニットはですね、このね、シビックにはですね、5月に、ストロングハイブリッドのね、EHEV が出るそうですね、シビックにね。ですんで、こちらの新型 SUV もね、パワーユニットは、この EHEV になるんじゃないかなと、ね、いうことで。はい、じゃあ次ですね。次はこちら行ってみましょうかね。これですね。レクサスですね。LF と、コンパクト SUV ですね。先ほどのシルビアのやつ、これが、こっちがシルビアでね。こっちが新 SUV ですね。で、今回の LF は、これかな。ね、LF の、レクサスの LX のさらに上級クラスだそうですね。LF っていうのはね。要するに SUV ですよね。ですんで、ベンツの GLS とか、BMW の X7、ね、X7 ですね。あと、ロールス・ロイスのカリナンのようなね、車だそうですね。2023年の春と、ね、いうことです。に登場する予定と。で、ベースは、レクサスの LS のプラットフォームを使って、3.5 リットルの V6 のターボと、3.5 リットル V6 のハイブリッド、ね。で、F スポーツっていうのには、4リッターの V8 ターボも計画ということですね。で、コンパクト SUV っていうの方ね、こっちはですね、これもレクサスですけども、全長ね、400
4000ミリか、4メートルぐらいの前後の 1.5 リットル、プラスモーターの、ね、ハイブリッドということですね。でこれはヤリスのプラットフォームを使って価格は280万円から、400万円前後となっているんですね。で次ですね、クラウンとクラウンクロスですね。こちら行きましょうか、トヨタね。これはこれですね、今ね。はい、これは、今まで言ったよね、FF のフォードはクーペになるようでね、カブリのプラットフォームですね。FF ベースの 4WD ですけども、後輪を、E4 アリスと、ね。で、カローラとカローラクロスの図式で、SUV がね、の、このね、クラウンクロスが出るんじゃないかということですね。はい、じゃあ続きまして、このね、GTR のね、マイルドハイブリッド。これはですね、現行がですね、8月31日で、ね、販売終了しますと、ね、で現行の R35 ベースの、3.8 リットル V6 ツインターボに、48ボルトのマイルドハイブリッドを、ね、仕様が出るんじゃないかと。で価格はですね、1300万円ぐらいと、ね、2023年の春デビューですよということですね。でマツダですね、CX60 ね、CX80 ね、60か80かなですね、ですけども、これですね、直力3リッターね、の、FR プラットフォームですね、ラージ SUV ですね。で、ディーゼルの直力もあるということです。ね、ディーゼルターボですね。で、48ボルトのマイルドハイブリッド。さらに直四の 2.5 リットルエンジンのストロングハイブリッド。で、PHV ですね、これは、ね、もあるということですね。2023年の春に CX60 ですね。秋に CX80 ということですね。で、ジムニーのね、5ドア仕様ですね。これもですね、今までと一緒ですね。2023年の夏にね、出るんじゃないかと。あと最後にスイフトスポーツもね、これ新型がね、マイルドハイブリッドになるということですね。以上ですね。気になった方はね、私のお店にもありますし、コンビニなんかで買ってみてはいかがでしょうか。